先代モデルの T150 も私が担当して、それのモデルチェンジとなるとものすごい難しいんですよね。得てしてアップデートで作り上げていくんだけど、頂点モデルにおいてはですね、アップデートではダメだと、イノベーションをやっていかなきゃいけないんだと。モペットじゃないなんか新ジャンルを作りたかったぐらいの気持ちは、まあモペットなんですけどね、元は。新しい感覚をこれで見て、あ、なんかかっこいい、速そうで美しいなっていう思う、そういうなんか思いを形に したかったんで。まずお客さんにいろいろ会ってきて、彼らがやっぱり見たこともない新しい最先端ものを欲しがるというのがバンバン伝わってくるんですね。そういった中で我々もその期待を超えるようなデザインをしていかないとお客さんには認められないと。あ、全然違う新しいムーブメントを作っていかないといけないなと。デザインコンセプトはカッティングエッジエキサイターということで、 R1 のデザインを目指そうというところでコンセプトを決めました。 R1 の持っている最先端のデザイン、最新のデザインをモペットにも入れていこうと。まあ、シルエットで見たこの美しさだったりとか、そういうところを含めて、一つの面としてどう考えていくかっていうところが面接です。 R シリーズの一つにしたいっていうこの思いがあったので、その R シリーズと同じような面質だったりとかを使いながら表現していくと、おのずとそのヤマハらしい面っていうのが作り上げられていくと。そうすれば R1 があってこれがあっても、あ、同じ面質でヤマハのモデルだ、 R1 としての表現としてこの辺りのこうグッとこうヘッドライトの付近をこう持ち上げるような表情、特徴的なシルエットを作り出す部分であって、で風をいなしていく、そういうような要素があるかなと。樹脂パーツがすごくタイトにできていると、これをミニマムにすることによって非常に軽く見える、それからスピード感を表現できるということがあります。最先端のこのエキサイターもダウンフォース感を緩めながら水平基調を出していって、最先端のトレンドのデザインを表現しようと。ヤマハのエキサイターとして守っていかなければいけないアイデンティティがございます。それは特にフロントから見て前から走ってきた時に、あ、エキサイターが来たというのがすぐ分かるように我々のデザインアイデンティティをつなげていこうと。R1 も機能パーツとしてヘッドライトをつけてて、で、まあ、これもできるだけそういうここを目立たせて、こっちは機能としてのものっていうところを表現したいがためにこうあえて見えづらいというかところに設置してあげています。頂点モデルとしてかっこよさと実用性をお互い両立させなければいけない。ハンドルが割と高めでも全体としてアグレッシブなスポーティーなデザインが作り上げることができる。タンデムシートの作り込みをスポーティーなデザインの中で最低限の快適性を両立させる、これがヤマハのデザインセオリーにある太一という考え方ですけれども、それを新型エキサイターでは実現している。つまりかっこいいデザインながら後ろに乗る方がそれほど怖いとか不快だとかいうことがないように後ろのデザインを作り上げる。で、大体モペットだとこう一つのシートの表皮で作るんですけども、そうすると今までのずっとモペットのセオリーの中での延長でしかなく、たとえここに段差を作ったとしてもそれをしっかり崩すためにこう縫製をあえてちょっと多めにして分けています。で、物事の本質を追求するために徹底的に形状機能にこだわると、そういったところの積み上げが匠の技につながっていると私は思います。お客さんの目線をしっかり見てあげながら、ヤマハとしてこう妥協のないものづくりで、その中でヤマハらしい面の質感だったりとか、ヤマハらしいハンドリングだったりとか、ね、デザインもそうなんですけども、設計含めて考える大元のその結構みんながこう力込めてやってきたモデルなんで、このデザインを楽しんでもらえたらなと思います。多分乗ったら楽しいし、触っても楽しいし、めでたらそれも気持ちいいだろうし、まあ、そういうところをちょっと感じてもらえたらなとは思います。